さて、今日はですね、使徒の働きの連行の63回目として20章の13節から27節をお開きしてまいりました。これは何かというと、13節から16節は、トロアスから、アソス、ミレトに、の移動の話です。そしてその後、18節から35節がこのパウロが、この第3回伝道旅行でこのエペソの人々に対して、この最後のメッセージ、最後の、メッセージとして、この述べているところですが、今日は18節から、27節までを、お話をしてまいりたいと思っています。それでは少し読んでまいりたいと思いますが、13節から。さて、私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出発した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分は陸路を取るつもりでそう決めていたを言ったからである。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せて、ミテレネまで着いた。そこから出発して翌日キオスの沖に達し、次の日サモスに立ち寄り、その翌日ミレトに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソに寄港しないでいくことを決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのである。で、ここでね、このトロアスから、ミレトまでの、この道のりが書かれていますが、そのトロアスから、アソスというところまでですね、パウロは、陸路を行く、これは、理由は述べられていませんが、多分こうではないかなということを、思うわけです。何かというと、トロアスで先週お話しましたけれども、ユテコという方が3階のところから落っこって、死んでしまうわけです。そしてパウロが祈って奇跡を表されるわけですが、このユテコを見るために、その後の回復を見るために、このパウロは残っていたんではないかな。だからパウロ一人が陸路なんか理由がなければ陸路ですね、歩いて行く必要はないわけですから、ですから多分そうではないかなということね、天国に行って聞いてみたいなと思いますが、そして、このエルサイムに五旬節までに着きたいと願っていたので、この、エペソに、この寄らずに、このミレト、行きのこの船に乗ったわけです。で、このチャーター船だったらいろいろあると思いますが、多分これ乗り合い船だったんだろうということを私は思っていますが、そうすると先ほど言ったトロアスからアソスまでも乗り合い船だったら出発の時刻があるわけですよ。時間が決まってるわけですね。だからその時間が合わないから陸路を取った。そしてこのエペソによるとエペソは3年間パウロが牧会し、メッセージを語り、多くの知り合いがいるわけです。そうするとエペソによったら大歓迎されてしまうわけですね。だ、そうすると時間を取ってしまって、このエルサレムに向かうのが遅くなってしまうんではないかという恐れから、このミレト、ミレトというのはその、近隣の中でエペソが第一番目の大きな港ですが、その2番目の大きな港としてこの置かれているところです。そして、エペソから、ミレトまでが距離が、大体60キロと言われています。60キロって言ったら、この沖縄から、この那覇から60キロって、ちょうど高速が60キロなんですね、大体。だから高速で名護方面に行って高速で降りたあたりぐらいですかね。ですから、そんなもんだろうなと。で、そこで着きました。そして今日お話をしていくのは、この17節から27節のパウロのメッセージですが、パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。で、この先ほど言いましたが、60キロ離れていますから、大体3日ぐらいかけて来るわけです。で、これ乗り合い船ですからと思ってますから、毎日毎日出るとかそういうことではなくて、人数が集まったら出るとか、またそういうふうにやって、ミレトでしばらく滞在する。今の現代と違って分刻みで何時何分出るとか
よりも、まあ、3日4日かけてという感じだと思いますが、そうですからこのミレトに着いた時にエペソに使いを送って、このエペソの長老たち、まあ、今でいうところの牧師伝道師教師ですねの方々に来てもらう。そして最後に、ね、メッセージを語っていくわけです。18節から、彼らが集まってきた時パウロはこう言った。皆さん、私はガジアに足を踏み入れた最初の日から、私はいつもどんなにあなた方をと過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀より我が身に降りかかる数々の試練の中にで主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちのシエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。で、このね、先にこれ言っておくからね、この18節から21節はエペソでのパウロがどのようにこの生活し、宣教し、働いたか、つまりパウロの生活を言ってるわけです。そして22節から24節は、ね、パウロの、ね、今後の働き、つまり今これからどうなるかを話していくわけです。そして23節から27節はね、この何かというと、パウロ自身がその全てを伝えたゆえに責任は私にはないというね、これからあなた方はあなた方の信仰で立つんだよというね事柄を話していくわけですが、そして今ね、18節からこの21節を意味しましたが、このね18節に、この皆さん、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私はいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。つまり何かというと、パウロはね、このエペソの方々と一緒に生活をし、イエス・キリストにある信仰を見せ、イエス・キリストにあるこの、ね、癒しと救い、奇跡の技を見せてきた。よくご存知でしょうということをね、言うわけです。ぜひね、このことを見ておいていただきたいんですが、まあこのね、良い悪いは、ね、別としてね、今のこのね、キリスト教会の一つの中心は、このですね、まあ、メッセージね、まあ、礼拝もそうですけど、メッセージが一つの中心になっていって、言葉ですよ ね言葉が一つの中心となっています。でもね、同時にね、この人の働きをね、見ていくときに、まあ、何度もねお話をしていますが、この聖霊に満たされていくときに私たちの信仰が強くなり、イエス・キリストを伝える力が与えられ、印と不思議を行う力が、ね、与えられてくる。これどういうことかというと、実際的に神の働きを私たちは担って成していくんだってことです。つまり、ね、癒しの祈り祈った時に人々が癒されていく。またね、イエス・キリストを伝えていった時にその人が救われていく。言葉だけではなくて実際的な働き、実際のね、この祝福がこのエペソにおいて注がれましたってことをね、ここで言ってるわけですね。ですから、ぜひね、見ておいていただきたいと思いますけれども、リバイバルの働きといったときね、このね、何がね、鍵かというね、やっぱりね、印と不思議ですよ。印と不思議、つまり実際的な神の恵みと奇跡が人々に触れるときに人々が救われていく。言葉ではなくて人々が救われていく。それにね、このエペソの長老の方々に対して、ね、それを私はあなた方に見せてきたんですよってことをね、言うわけです。そして19節に、私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中にあって主に仕えました。じゃあ鍵は何か、ね、ここにね、主に仕えましたっていう言葉があります。つまり私パウロはね、主に仕える人生を成してきたんだ。問題、困難、ユダヤ人の陰謀、つまりね、パウロを殺そうとするような陰謀や、またね、このさまざまなね、試練や困難、その中にあっても主に仕えること。じゃあ主に仕えるって何かというと、この後ね、この20、21に、益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。
人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人もギリシャ人も神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきり主張したのです。つまりイエス・キリストを信じる信仰を伝えていくこと、イエス・キリストを信じる信仰をはっきりとこのエペソにおいてこの伝えていったんですよ。だからね、ちょっと前にお話しましたけども、エペソの滞在3年間の間にこのね、その近隣すべてにおいてパウロが語る福音が述べ伝えられていった。そして人々は神様に触れられて癒されて、このね、神に立ち返る者たちが大きく起こされていった。つまり実際の神の働きをね、エペソの方々は見ていったってことね。このね、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、ボニーブレアハウスというところでね、毎年祈りを持ってよくね、この言いますけども、あれ何かというと、約100年ぐらい前にですね、1904年かなに、ですからもうかなり経ってますけども、110何年経ってますけども、そこでね、聖霊が注がれてこの人々が救われて癒され解放されていくのをね、表されたという一つの、ね、記念のところです。で、それ何かというとね、神様が注いで神の技が開かれたって。私はね、これから日本においても世界において神の技が開かれていく。で、その時ね、私たちね、そのことをね、準備してますかってことをね、今ちょっと語られてるんですね。だから無理やりね、腰を治そうとはね、ちょっとはやってますけども、神様ね、癒してもらってね、これね、これを証にしてね、世界に行きたいねとかね、勝手に思ってます。だから先週からずっとね、かなり忙しくてね、もうかなりきついんですよね。だからきついとはね、あんまりこの頃ね、秋元さんもきついきついって言ってるから、私もきついきついなんてね、言いたくないんだけどね。でもその中でね、期待してるのは神様がね、癒してくれれば、これ証になって持っていけるなってことね、思ってるわけです。だから皆さんにおいてもね、ぜひね、今コロナ騒ぎの中でね、ぜひ覚えていただきたいのは、逆にね、これがね、益となっていくってことをね、期待してください。一番期待してるのはね、コロナにかかった方がね、癒されていく、ね。まあ、コロナにかかった方にね、手を置いて祈るわけにいかないですけども、どうやったらいいかね、どうしたらいいかなと思ってますけども、癒されていったらね、すごい奇跡ですよね。ですからね、ぜひね、期待していただきたいと思いますし、またね、まあ、コロナ以外においてもね、皆さんいろんな問題があるかもしれません。それね、神様がね、この期待してください。ぜひね、その中でこの神の働きをね、受けていただきたいと思いますが、そしてこのね、パウロの今の状況はからですね、22節から、今私は心縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、なおめと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私は自分の走るべきことを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いません。今私はこういう状況ですよということで、ね、この今このエルサに向かって町々を移動する中で、各町々に行く中で、ね、エルサレムに行ったらナオメと苦しみが待ってるぞと語られている。神様ね、語る方なんですね。ですからね、素晴らしいことも語りますけれども、危険とかね、危なさも語ってくださるわけですね。予言と実際の運用やです、ね、カリスマ宣言を見ていただくと、北海道でね、霊の座会やった時に鹿にぶつかったとかね、その時も前もって事故が起きると語られて、祈る中で守られたとかね、あれ守られてますけどね、普通あれ死んでますよ。
つまり、ね、神様ね、前もって語ってくださる方なんですね。でその時はね、守られましたけども、このパウロに関しては縄目がと苦しみが待ってるぞってね、語られてるわけです。じゃあこれね、何をしてるのかといったら、聞き従ってるんですよ。あの聞き従った時にぜひね、覚えていただきたいのね、時々間違える方がいるんですけども、聞き従ったら完全に守られてね、ハッピー、変な言い方するとね、なるぞ とね、聖書は言ってはいるわけです。聞き従っていくってことは、神様の御心を行ってことですよってことが一つの中心なんです。じゃあその時に、まあ変な言い方するとね、聞き従っていったら問題が起きますよって神様に語られたら、その問題を受け取るかどうかがね、一つの鍵なんです。つまり聞き従いの道を行くときに、問題、困難、迫害、それが許されますよ、でもそれを受け取りますか。神様をね、まあ、だからここで言ってるのはね、神を選びますかってことをね、言ってるわけです。だからね、さっきね言いましたけども、主に仕える、主に仕えるってね、神様を一番にしていく、神様を一番にしていく人生をね、選んでいくんですかってことをね、私たちはね、問われてるってことね、見ておいていただきたいと思います。その中でね、あのロマ書の8章の28節、神を愛し従う者に、つまり神様を一番にし選んだ者に、神が全ての働くことを働かせて益としてくださる。じゃあこの時もパウロはね、この神様を一番にして選んできました。そして縄目と苦しみの中で牢屋に入れられ、ナンパし苦しみね、まあ、あのいろいろあってもね、最後にはローマに行って、そしてローマで証しをし、ローマにおける教会のね、礎を築いていった。つまり神の働きがね、あのパウロがね、牢獄に入ることを通して開かれていったってことですよ。ですからね、あの私たちにとって問題、困難がね、ではなくて、神の御心をなすかどうかのね、選択、選びがね、ここにあるぞってことね、見ておいていただきたいと思います。そして、最後にね、今日特にお話をしていきたいのは、この25節に、皆さん御国に述べ伝えて、あなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちから受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。でここね、全ての人が受ける裁きについて私は責任がないってことを宣言するわけですね。これどういうことかというと、このエゼキエル書33章にこういう言葉があります。エゼキエル書33章、本当は、ね、1節から9節を読みしたいんですけども、まあ、1つの中心の7節から9節、1416ページ、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から出る聞くこととき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るように警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。これはあのね、悪者ということね、対して言ってますけれども、ね、その悪いことから離れたら命が助かるぞと言わないのに、ね、言わなかったときに、その悪い人が、ね、その警告をね、聞いていなくて、その死んだらその血の責任をその預言者が負わなきゃいけない。しかし預言者が前もって語って、その悪い人がその人立ち返らずにそのまま裁かれたならば、その責任は預言者が負わないよってことね、ここで言ってるわけです。つまり神様の言葉をね、語る責任を私たちは持ってるわけです。その言葉をね、語られていったら、このね、その責任はこの聞いた人の責任
じゃあこれ何かというと、来週も続けて話していきますけれども、エペソにおいてね、これから問題が起きるわけです。前もってねパウロはそのことを示されているわけですが、ですからそれに対してエペソの方々がどのように歩むかに関しては、私は責任はないんですよとここで宣言するわけですね。で、第一テモテの手紙にさらにねこういう言葉があります。紙が抜けていた、第一テモテの手紙のですね、この一章の18節から19節をねお読みしたいと思いますけれども、ページ407ページですが、私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破綻に遭いました。このテモテというのはね、最後にはエペソの牧師となります、ね、エペソの牧師となっていくわけですが、でこの時ね、この予言によって、ね、すいません、信仰とね、一つなんだ、一瞬忘れた、ん、あ、正しい良心ね、私正しい良心がないからすぐ忘れるとあ、ね、正しい良心をねしっかりと保っておけ、まあ、これはあの信仰をねこの持って神の御心をなしていきなさいっていうことをね言ってるわけですが、ね、そしてそれをねしていかない、ね、方々に対してこの信仰の破綻にあったってことをねここで述べているわけです。でこのね姫直と、ね、アレキサンデルと言葉ありますけども、多分ねこれ器だったんだと思います、ね、まあ、天国行って、ただね普通の信徒の人の名前出したって分かんないですよね。だからねこの知られてる人で信仰の破綻にあってしまった。じゃあ信仰の破綻にあったって何かというと、ね、救われているけれども神の御心から、ね、ずれてしまった、救われているけれども神様の働きからずれてしまった。残念なことに私の、ね、友人たちもこの TLEA に対して非難中傷してずれていってしまった方々も多くいます。私は、ね、そんなことあるのかなと、ね、思っていましたけれども、見事にずれてきましたね。まあその話はね、また別ですけども、じゃあその時に私どう思ってるのかというと、その方々はねこの悔い改めたらね戻ってこれると思っています。そして同時に信仰の破綻にあったなってことと共に、救いに関してはねあるなと思っています。ただこのその方々における神の御心がね開かれなくなってしまったなということね思うわけです。まあ実際的にこの教会においたって個人の働きにおいてね働きが進んでましたね。福島にね前城牧師を使わして、でもね今それは閉じてるわけです。ただ神様は語ってるのは100倍ですから、そこからもっとねすごい働きが開かれるんだろうと思いますけれども、私は福島の働きはね御心だと思ってましたから、ね、閉じた理由、それは何かというと信仰の破綻だなと見るわけです。じゃあ その時にこの、ね、私たちはそのことに対してこの、ね、感謝と祈りと神の御心を求めていく、そしてさらにもっとね神様を選んでいくことがね重要であることをね知っていく、これはねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてあれ、ね、この信仰の破綻にあった方々がねぜひ神に立ち返ることをね私は願うわけです。なぜならね惜しいと思いません？せっかくね神の働きがね開かれたのに
神の働きを自分で閉じてしまう。自分で閉じてしまってできなくなってしまう。前もお話ししましたけれども、イスラエルの宣教師に重荷を持っていた姉妹が本当にイスラエル宣教する教会に行きますと言って、いまだに日本においているわけです。そして1年後、ね、久保田牧師に電話したときに、それはどういう日かというと、3日後にだったかな、ちょうど中島さんと高橋さんがイスラエルに宣教師として行く、ね、直前にね連絡があって、私は本来ねその人が行くべきだったんだろうなってことね思っています。じゃあ何かって、神を選ぶ、神を選ぶ、これがね大きな鍵です。ですからそのことね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。